皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は括弧の中から正しいものを選びましょう、こういう問題です。1番、御殿場は富士山の東側にあります。英文は御殿場入り、そして括弧 in、at、of とあって the east of Mount Fuji、 こうなっていますよね。どれを選んだら富士山の東側という意味になるでしょうか。2番、私は留学する決心をしました。英文は I decided、 括弧 study、 studying、 to study、 この3つがあって abroad と続いています。 study abroad、 これで海外で勉強する、留学するという意味になります。3番、あなたの息子はもう子供ではありません。英文は Your son is no、 で括弧で long、 longer、 longest とあって a child、 こうなっていますよね。どれを選んだらもう何々でないという意味になるでしょう。皆さんは一度ここで動画を止めて、どれが正解か考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。御殿場は富士山の東側にあります。御殿場 is in the east of Mount Fuji。 御殿場 is in the east of Mount Fuji。 in the east of、 これで東側という意味を作ります。今、私は留学する決心をしました。I decided to study abroad. I decided to study abroad. Decide の後ろに来るのは動詞の場合、不定詞が来ました。だから、to study、不定詞というのは、to プラス動詞の原形ですね。この to study を選んで、I decided to study abroad。こうなります。3番、あなたの息子はもう子供ではありません。Your son is no longerA child. Your son is no longer a child. No longer で、もう何々ではないという意味を表していましたね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。